リクエストいたた。だきました今までどのような経歴でフリーランスエンジニアになったのか教えてほしいですということで今回の動画は僕がフリーランスエンジニアになるまでの経歴ということでお話ししたいと思いますまず経歴の概略なんですけれども1998年大学文学部英文学科に入学します2003年大学を卒業しますつまりは1年留年したということですそして2004年からニートを始めます まあ、卒業式が2003年の3月なのでそこからニート始めます、えー、そして2年ぐらいですかねニートした後2005年某インターネット企業で働くことになりました最初はアルバイトで入ったんですねでその後正社員にしてもらって、えー、結構長いこと働いてました8年ぐらいですかねそして2013年その会社を退職します 同じく2013年、夏頃だったと思いますが、SES 企業に契約社員として入社します。ちょうど3年間勤めて退職します。同じく2015年、夏頃だったと思いますけれども、自営業になってフリーランスエンジニアを開始します。そして今年2021年、現在もフリーランスエンジニアをしています。というのがざっくりとした経歴になります。はい、それでまあ結論からいきたいんですけど、今までどのような経歴でフリーランスエンジニアになっ のかということなんですけれども、まとめますとシステム開発業務約2年を経てフリーランスエンジニアになりました。その後フリーランスとして2年半のシステム開発業務を経て常駐案件に参加しました。質問からしてフリーランスエンジニアとして常駐案件に参加するためにどのような経歴が必要なのだろうかということかなと思ったのでこういうまとめにしてみました。え結論も 言ってしまいますと45年のシステム開発経験があれば単価55万税込み前後の常駐案件に参加することができると思いますよなお単価は大阪の場合超個人差ありエンジニアとしての歴ってそんなに長くなくて非エンジニアも結構してたんですけどそれが2005年から2012年7年ぐらいですねどういうことをしてたかっていうとウェブサイトの広告運営の仕事ウェブサイトの新規立ち上げ 広告代理業をしていました、まあ広告って言ってもインターネットに特化した広告ですね、はいえー、そして2013年 SES 系企業に勤めるんですけれどもちょうど3年間勤めたんですがそのうちの半分である1年半は非エンジニアとしししてての業務をしていましたどういうことをしてたかっていうとインターネットバンキングっていうシステムの維持運用業務で主に Excel を使用していました。 もう一つは同じくインターネットバンキングのオンラインマニュアルを作成していましたオンラインマニュアルですので HTML と CSS を使ってマニュアルを作ってたんですね IT 業界からして HTML と CSS はどちらかというとデザイン的な要素が大きいと思いますですので非エンジニアに含めていますフリーエンジニアになるまでのエンジニアとしての職務経歴としては 結局はここですねインターネット企業で働いてた時ウェブサイトの運営とかをしてた時に最後の1年間だけ PHP と MySQL いわゆるランプ環境で管理画面の一部を作成しました、えー、その後本格的にシステムの仕事がしたいなと思って SES 企業の契約社員として入ったわけですね、はい、それが2013年から2015年なんですけれども、まあ、そのうちの半分が まあ、いわゆるプログラミングをしていた業務なんですけども具体的には社債システムの画面開発がありましたこれは言語は C 言語です業務アプリケーションの開発ですね技術的には Visual BasicVB.net とデータベースは Oracle を使って業務をしていましたということで今回は僕がフリーランスエンジニアになるまでの経歴についてお話しさせていただきました また何か要望がありましたら動画のコメント欄に書いていただければもしその気になればやりますのでよろしくお願いします。